全国1000万人のアッシマーファンの皆さん、こんにちは。ゼータガンダムで可変モビルスーツが登場するのは、とあるものを富野監督がご覧になったからだと言われています。ということで今回は、可変モビルスーツについてあーでもないこうでもないと、アッシマーがあーと言われるまで語っていきたいかなと思います。違うだろう。ということで今回は、新薬ゼータとダブルゼータの関係です。新薬ゼータとダブルゼータの関係を話す前に、テレビ版のゼータとダブルゼータの関係を話しておきたいと思います。ダブルゼータというのは、ゼータガンダムパート2ということですから、明確にゼータガンダムの続きです。だもんで、放送当時から、ダブルゼータの主人公であるジュドーを出すために、カミーユを退場させた、精神崩壊させたのだという噂話がありました。しかし、これは事実とは異なります。ゼータガンダムという作品は、僕にとっての現実認識のストーリーであったんです。それから考えていったら、彼はあのようになるしかなかった。これは番組を始める最初の時から考えていたことだったわけです。カミーユの結末について、番組を始める最初の時から考えていたことだった、と当時の富野監督はおっしゃっています。新薬ゼータの動画で説明していますので今回は詳しくは話しませんが、僕にとっての現実認識のストーリーとありますように、当時の富野監督の心情的にも、新たな時代のニュータイプとして過剰な期待を受けながら、現実との乖離に苛まれ、追い詰められていくという物語的にも、初めから用意されていた結末の一つなのです。これは企画段階のプロット、いわゆる富野メモにも書かれています。そこに、個人としてのニュータイプ論と、社会のありようの中の人間というものが、絶対不可分の関係にあることを呪うだろう。その時、人は自己閉塞に陥ってしまうという悲劇を、認知しなければならなくなる。ニュータイプと社会とのつながり、関係の中で、自己閉塞に陥ってしまうと書かれています。また、シャアとの関係、シャアの後継者としてのカミーユは次のように書かれています。その時に、工事を託されるのが、カミーユ美談だとすると、カミーユは誓い作用を示すかもしれない。富野メモを見れば、監督のおっしゃるように、初めからカミーユが自己崩壊してしまうという結末が考えられていたことがわかります。それでも、ダブルゼータが決まったから、この初期のプロットを引っ張ってきたのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それも違います。ゼータガンダムには、メインの脚本家が二人います。その一人であり、最終話、空を駆けるを執筆された遠藤さんは次のようにおっしゃっています。あれはダブルゼータがあるからカミーユを崩壊させたわけではなくて、あろうがなかろうが、ああいうラストは、延長が決まる前にすでに決まっていたんです。本当はラストにもうワンシーンくっついていたのが、続編ということで切ってしまっただけの話で。だからファンの方で、ジュドーを出すために、カミーユをああいう風にさせたと思っている人もいるかもしれませんけど、それは誤解です。あれは、ゼータ50話の中の、一つのまとまった姿なんです。お分かりのように、カミーユの結末とジュドーの登場には関係がないのです。しかし、ゼータには関係なくとも、ダブルゼータという物語は、崩壊したカミーユを含めて成立しているので、少なくとも劇場版のゼータは、テレビ版ダブルゼータには繋がりません。新たに新薬ダブルゼータが作られれば話は別ですが。では富野監督は、新薬ゼータの続きをどのように想定されていたのでしょうか。先ほども言いましたように、テレビ版のダブルゼータとは繋がりませんから。新薬ゼータは、逆襲のシャアとの繋がりを想定したものになっています。その理由はどういうところにあるのでしょうか。例えばガンダムをシリーズで捉えた時、実はシャアも本線かもしれない、という想定があるということです。その上で、最初はバイプレイヤーに見えるかもしれない、カミーユに話が移行していくことで、これは実は世代交代の話なんだ、と思ってもらえるよう、全体を構想したわけです。テレビ版にせよ、劇場版にせよ、ゼータガンダムというのは世代交代の話です。
シャアから神ユに引き継がれていくという物語であるからこそ、新約ゼータは、シャアの物語としてスタートするという構造になっているのです。シャアから始まる細かな理由は他にもいくつかありますが、大きな理由としてもう一つあるのが、シャアも本戦かもしれないというところなのです。また、ガンダムというシリーズを三部作と捉えれば、ゼータは、ファーストと逆襲のシャアの真ん中にあたるシリーズであるため、シャアから入るのが良いという考え方も入っています。シャアを本戦、シャアの物語として考えたとき、ダブルゼータにはシャアは出てきませんから、ガンダムを三部作と捉えて、ファーストと逆襲のシャアの間をつなぐ作品、という立ち位置が新約ゼータなのです。先ほど言いましたように、新約ゼータというのは、逆襲のシャアにつながっているのです。なので、新約ゼータは逆襲のシャアを想定して、シャアという人物の描き方を少し変更しています。テレビ版のシャア、つまりクワトロバジーナという人は、かなりとっつきにくい人物として描かれています。シャアとレコアの関係は、特別なものを想像させるものになっていますが、シャアはレコアに心を開こうとしませんし、一つ壁を作った接し方をしています。カミーユ。人の心の中に踏み込むには、それ相応の資格がいる。わかってますよ、そんなこと。大尉には資格があります。そうかな。いくつになっても、そういうことに気づかずに、人を傷つけるものさ。またレコアに対しても直接、次のような言い方をしています。私は、いつも一人の男だった。いつも一人の。テレビ版でのシャアは、周りの人を引きつける割に、人付き合いがうまくないという困った人物なのですが、新約ゼータでは少し変化しているのです。クワトロがカミーユを触るという行為は、寛容という人の度量みたいなものでしょう。シャアは、クワトロという名で過ごす日常の感覚の中で、シャアだけでいたらまずいな、という努力をしていたのでしょう。カミーユみたいな少年の相手、ましてや自分についてきてくれたとき、その子に対して寛容さを示すということは、もう、あのマスクのシャアではないということです。このようにシャアの変化を語っていらっしゃるのですが、これはこの後に続く、逆襲のシャアとの関係も視野に入れたものなのです。ナナイとの関係を見越しているのです。それともう一つ意識したことは、制作順は逆だとしても、逆襲のシャアを意識したとき、シャアにこうした部分がないと、ナナイにしがみついて泣いてしまうシャアにはいけないということです。キャラクターをぶつ切りにしない最大限の努力の結果です。人物像として、逆襲のシャアでのシャアに近づけようとされているのです。ああでもないこうでもないと言いましたが、新約ゼータは、逆襲のシャアとのつながりを考えて作られているというのがご理解いただけると思います。先ほど、新約ゼータはファーストと逆襲のシャアの間の作品であるという話をしましたが、ファーストとは一体何のことなのでしょうか。これは哲学的な話ではありません。劇場版の話は一旦置いておきまして、テレビ版の話をしたいと思います。機動戦士ガンダムパート2ということで、もちろんゼータガンダムは、いわゆるファーストガンダムの続編になるわけですが、一体ファーストガンダムとは何のことを指しているのでしょうか。ゼータガンダムを始めるとき、すでに機動戦士ガンダムには3つの異なるパターンが存在していました。その3つとは、テレビ版、劇場版、そして小説版です。小説版は話の展開が違いますし、テレビ版と劇場版も細かな変更点や違いがあります。テレビシリーズだし、テレビ版でしょ、と思う人もいるかもしれませんし、最終調整されてる劇場版でしょ、と思う方もいるでしょう。結論から言えば、テレビ版のゼータガンダムは、どれの続きでもないし、どれの続きでもあります。ゼータガンダムを始めるにあたって、富野監督は次のようなことをお考えになったのです。テレビ版の持つ、一般的なアピール、ドラマというものは、重要な案件として確認されなければならないだろう。確かに、自身が八方塞がりにするように条件設定をしたのだが、大尉は、テレビ、映画であろう。
テレビ版を世間的なアピールの幅を考えれば重要視しなければならず、同じように劇場版も無視はできないので。当然の結果として、大筋はテレビ版や劇場版を引き継いだものにするべきだろうと考えられたわけです。とした時に、一つ問題が出てきます。それを受けていくためには、ソノラマ版は捨てるべきなのだが、それが良心としてできるのか否かだ。小説版は、本来一部で終わっていたものを、二部三部と続編を書かなければならなくなったので、テレビ版や劇場版にはない物語が展開されます。ですから、大筋でテレビ版や劇場版を踏襲して続編を作ろうとしたら、小説版はなかったことにしなければなりません。所詮、作家という独善的な立場のこだわりなのだろうが、しかし、ソノラマで得た収入のことを考えたときには、その分の出資者に対して嘘をつくことになる。これは罪悪だろう。が、良いものを作るためのベースであるとしたときから、許されることなのだろうか。富野監督は生真面目な方なので、もし、小説版をなかったことにしてしまったら、それを購入してくれた読者に対して嘘をつくことになってしまうとお考えになったのです。結論として、テレビ版のゼータガンダムというのは、小説版を含めた、総体としての機動戦士ガンダムの続きなのです。例えば、小説版のゼータでは、ファーストのアニメでは説明されない宇宙世紀のベースとなる設定を、小説版から踏襲しています。私が宇宙世紀の設定を小説版から引用するのはこういった背景があるからです。もちろんそれだけではありませんが、この小説版を踏襲していることが目に見える形で現れているのが、前作の主人公、アムロ・レイの設定です。アムロは1年戦争時、つまり宇宙世紀79年に、15歳であるという設定です。その8年後、宇宙世紀87年が舞台のゼータガンダムの時には、22か23歳であるはずです。ゼータのキャラクターデザインは、ファーストに引き続き、安彦義和さんがされています。そのアムロのデザイン画には、22歳のアムロとメモが書かれています。それに対する富野監督の返信として、本当は、小説版との間を取って24歳としたいが、と書かれています。そしてこのことは、富野メモのアムロレイの項目にはっきりと書かれています。24歳とする。小説版とテレビ版の間の年齢を取る。独身であるが、彼もシャトーのような邸宅を与えられている。富野メモに書かれていますように、ゼータガンダムでのアムロの年齢は、小説版を考慮した、24歳という設定なのです。これは単に富野監督の頭の中にあるだけではなく、当時バンダイから発売された、ゼータとダブルゼータの設定が書かれた資料集にも、ゼータでのアムロは24歳であると書かれています。アムロレイ、24歳は、かつての主人公であり、ホワイトベースのクルーだった。以上のことからわかりますように、テレビ版のゼータガンダムというのは、小説版を含めた総体としての機動戦士ガンダムの続編なのです。では、今回の本題である、劇場版のゼータガンダムというのは、何の続きなのでしょうか。富野監督は、劇場版のゼータガンダムの企画を断っていたのですが、それを受けることになった理由を次のようにお答えになっています。最初に話をもらったときは、ああいう風に変えるということを思いつけなかったから断ったんですよ。単なる再編集では、ファーストガンダムより優れたものになるはずはない。それで、陰を陽に変える、ということを思いついたときに、初めて、だったらやっていいか、という風に思えたんです。単に90分にまとめるのではなく、それが映画になるにはサムシングがいるんです。それがエンターテインメントということなんです。映画にするには特別な何かが必要であり、ただ再編集しただけでは、ファーストガンダムを超えるものにはならないとおっしゃっています。つまり、再編集された劇場版のファーストガンダムを意識して、新約ゼータは制作されているということです。劇場版のゼータですから、何ら不思議なことはありませんよね。そしてこのような見方をすれば、特殊なつながりが見えてくると思います。新約ゼータにつながるファーストは、劇場版です。
後に繋がる逆襲のシャアも、劇場版です。要するに、劇場版のファースト、ゼータ、逆襲のシャアというまとめ方をした真ん中の作品であるということなのです。これは私が適当に言っているわけではなく、富野監督がこれらの関係性について次のようにおっしゃったと書かれています。富野義行監督は、劇場版ファーストガンダム3部作、劇場版ゼータガンダム3部作、逆襲のシャアを、一つのシリーズとしてガンダム7部作と称した。富野監督は、劇場版ゼータが制作された後も、神湯の精神崩壊についてインタビューで語られたりしているので、テレビ版のゼータをなかったことにしているわけではありません。新薬ゼータとダブルゼータの関係が気になる方の多くは、静止や公式設定との兼ね合いかと思います。劇場版のつながりの前にテレビ版とファーストの関係を説明した理由がここにあります。原作者、制作者である富野監督の想定している作品同士のつながりや設定と、静止や公式設定というのは関係がないのです。今回ご紹介しましたように、富野監督の想定は、シャアの物語としてのつながりであったり、劇場版としてのつながりなのです。ですから、静止として新薬ゼータやダブルゼータがどういう立ち位置にあるのかは、それを決めている人に聞かなければわかりません。2022年に逆襲のシャアの公式記録全集が発売されました。何をもって静止や公式設定とするかはわかりませんが、この本には宇宙世紀の年表が書かれています。宇宙世紀88年の項目にはハマーン戦争について書かれており、機動戦士ガンダムダブルゼータと記載されています。またその前年、宇宙世紀87年はグリクス戦役について書かれていますが、機動戦士ゼータガンダムとだけしか書かれておらず、どちらのことを指すのかは判断できません。いかがでしたでしょうか。静止や公式設定という概念がある以上、それが気になる方もいらっしゃると思います。しかし、その作品をあなたが好きなのは、それが静止だからですか。あなたがその作品を好きであるということ以上に、価値のあることなどないのではないでしょうか。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。